とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。初見やっていきましょう。いらんかな?そのまま、行きます。おいっと。はい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 。クリーパー多いね。あ、もう。オッケー、クリーパー多め、もういないね。オッケー。あ、でもなんか反対側にも結構いそうな気がしますね。これはいた、うん、ちょっと今シーズンクリーパー多めなので、そこだけちょっと注意っぽいね。おい、狭い狭い、こんなとこでは。よし、まあ、とりあえず1回クリアです。次、タメかな、はい、行きましょう。まあ、問題はないね。でもクリーパーが出るかもしれないので、そこだけちょっとしっかり注意していきましょう。いや、出ないか。うん、あ、いないね。おそらくクリーパーは多分いないんじゃないかな。ここはね、終わり。はい、いらんでしょ。うん、うん、でも今シーズンね、まあ30回ではないんだけども、28って、まあ、まあまあ微妙な回数だよね。25とかにしてもらえれば一番良かったんだけども、ちょっとやっぱ長い。危ねえ。よし、もう火力が足らんくて、ちょっと倒しにくいな。ちょっと待って、もう2パンで倒せない。終わり終わり。よしよしよし、かなパワーシェイカー。うん、まあボス用と考えたらパワーシェイカーの方かな。オッケー、クリーパーが出るかもしれないので、そこだけちょっと注意しときましょうか。いいね。はい、次。終わりかい。うん、まあまあ、うん、即終わっていい感じだけどね。あ、ナイス。もうボーンクラブ間違いない。もう前のところでパワーシェイカー取ってたの、これは当たりですね。大当たり。よし、危ねえ。ういー、まだ出た。こっちいるよね、いるよね。ほら、いた。よし、いない。なあ、とはこっちだけか。もう楽勝。雷の杖が気になるけども、まあまあまあいらないでしょう。
俺エンチャント入れてなかったわエンチャント入れてなかった。火属性と強打ぐらいでよくないっすかね。出ないかなこっちは。ああーで、いやよかったよかった、ここ OK。 うんうん、これ種持ってきててよかったわ。もうこれ来なくていいって後で倒すから。ああいうやつね、迷子になるんですごく戦いにくいよね。オッケー、もオッケー、あとは上で終了かな。オッケー、よし6回終了。あー、うんうんうん、傭兵、まあエンチャント微妙だけども変えときましょう。ダブルトゲでいきます。 100%100% の 200% 反射ですね。微妙だけども、まあまあ初期よりは耐久力も上がるし、まあ、トゲもね別に使えないやつじゃないんでいいんじゃないですか。意外と敵多いな。敵が意外と来る。あ、終わりかい、うん、まあまあまあ一気に来て一気に終わるっていうのはすごく好きなんで全然いい。そろそろボスじゃない？いりません。おい、待て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 びっくりした。ちょっと待て、今のやつちょっとエンチャントかかってるぐらいちょっと強かったんだけど、攻撃速度めちゃくちゃ速くなかった？気のせい。しゃあ、クリーパー多いで、ジオマンサーも多くてもう戦いにくい。ここさあ終わりですね。はーい、8回あで商人でボスかな。星夜うんーだね、変えようで、ユニークだったら防具を変えましょうか。パワーか、星寄る、うん、次ユニークが来た時に星寄る開けれないんでこれ開けときましょう。で次防具を、あれボスじゃねえぞ。とりあえずエンチャントを入れますね。はい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 、クリーパーこれで来るね来るね。ちょっと待って、めちゃくちゃ減るじゃん。終わりかい終わりかい、一瞬で終わった。あでもクリーパーがなんか多かったんで、いや武器変えてよかったよ。蜂がついてるんで楽勝でした。あでボスじゃない、バジンネストの方かな。えボスまだなの、次かな。ボスまでが意外とある。うん、まあ後になればなるほどやりやすくはなってくるでしょうけどね。え、あんま出ないぞ。え、こっちもう脇終わった？行っていい？オッケー。え、楽勝じゃないっすか？本当に。はい。
終わり？いや余裕。敵がそもそも少ない。爆発持っていくか。おい、ボスだ。エンチャントはまあまあまあ、虚無を一応入れとくか。ああ、もう、ポイント全部使っちゃったけども。まあいいですわ。なんだ？どっち？そっちかい！OK。いいね。落とす、落とせる、落とせる、落とせる。よし、よし。いや、落とす前に倒せた、倒せた。余裕だわ。おお、蜂がめちゃくちゃ強い。蜂めちゃくちゃ減らした。いや、いらんかな。種はね、火力はないけども使えるのよ。なんでちょっと取っときます。待て待て待て。おいおいおい、エンチャンターをここは絶対注意しないといけない場所だよね。 OK、 ナイス。いや、ここは蜂絶対いる。オッケー、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。まだいるの？ジオマンサーか。終わり？おい、はいはい。あー、なるほど。13回ね、ちょっと注意したがいいですね。ちょっと難しい。いやー、どうだろうな。変える？変えよっか。こっちにします。乱射も良かったけど、エンチャントがこっちいいんで。いや、タンブルビー2の、あっちだったな。タンブルビー2の、ちょっと待って待って待って。めちゃくちゃ戦いにくい、ここ。よし、 OK、 いいんじゃない。おい、でも余裕。14回終了。お、ダイナもついて。あー、でもね、虚無がついてないんだよな。コグ2、どうしよう、これ悩むな。マルチショットもいいけども、長弾の方がいいかな。当てやすいかな。できれば両方欲しいやつではあるけども。こっちにいるの？ OK、 倒せないな。倒せるまでの火力はないか。いや、倒してる倒してる。おい、固まらないで。よし、いい感じ。ちょっと待って、意外と出るぞ。待って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 。よし、 OK。 あぶね。でも耐久力はね、まあ、波ですよ。でも全然いける。15終了。おっと、ここはさ、もうダブルにしない？いや、いらんか、いらんか。そもそももう火力がないんで。OKOK。 いや、でもこれほんとね、雪玉をまず3にすべきだった。
結構ちょっと後悔してる。OK。よし。OK。水玉3じゃないとやっぱりちょっと弱いんだよね。OK。いいよ。よし。なんかよくわからんかったけども、意外と早く終わった。強いけどね。いらん。あ、で、商人。どっちが来る？ユニーク？あ、金細工か。武器あげます。いや、これ微妙だな。この武器最後まで使うかどうか、ちょっとこれ微妙だよ。雪玉入れれるね。雪玉を入れましょう。 OK。 でもって長弾を2だね。いい感じです。長弾ね、1と2じゃ全然違う。発動率 40% と 20% では全然使い勝手が変わってくる。よし。ああ、もったいない。よし。もったいない。もう出ないね、出ないね。いや、出るんかい。意外と出るぞ。まだいた。いや、もう190発あるんで、十分だね。うん、全然足りる。強い。変える？いや、うん、やめとこう。うん、弾数制限ちょっとついてくるんでやめとこう。よし。そろそろ種を変えても良さそうね。よっしゃ。いいんじゃない？こっちってこっちだ。おお、めっちゃくちゃ蜂がいるな。なんでこの最後の1個よう外すんだよな。よし。はいはいはい。これちょっと耐久力不安があるから変えよっか。なんかちょっとね不安だわ。なんかいいのが来れば変えましょう。これはいらん。もう耐久力がもうそもそもないんで。なんかねー、いい感じのやつに変えたいです。もう、よし。 OK。 よし、いいぞいいぞいいぞ。もうあそこを倒せればもうあとは問題ないでしょう。じゃあ、おう、オッケー、おしまい。いや、まだ下に、あ、行ってるやつがいたな。はい、20回終了で、ボスか。いらん。エンチャントもいらないね。さあ、レイスやめろ。もういらんってレイス。よし。まあまあまあね。
ょっとレイスを速攻で倒せる編成で来ないといけませんね。よし終わりだ。よっしゃ、いやもう時間かかるやつはもういらんて。ここはいりません。いやほんとね、考えていかないとダメだな。もう出ない出ない出ないよね。出るんかい出るんかいな。うまいことこっちにね渡れないのがちょっと嫌だよね。で多分また多いんでしょ反対側は。多い気がする。いやそうでもないか。もうお前らちょっと待ってちょっとちょっと固まるのは本当にやめて。よしいい感じで、こっちも多いんでしょどうせね。あ、いや、おお、2体かい。少なかった。最後ユニークね。いらん。なんか防具がもう本当にね微妙になってる。この防具ではちょっと最後まで戦えないぞ。なんとかねこのコグの段数が多いからやっていけてるけど、なかなか厳しい感じです。よし OK。 意外ときついんだよな。よし結構厳しいよ。最後の最後結構敵が多くなってきた。アップドラフト欲しい。あ、両刃物もいいな。変えよっか。うん、もうこっちの火力じゃちょっときついんだよな。おそらくで、ここはもうスパイダーでしょ間違いない。これちょっと最初から装備のね編成をしっかりと考えていかないといけませんね今回は。うん、ちょっとこれ考えないとダメだわ。バック、まあ、ボス戦を見越してこんな感じでいきましょう。輝きも後々入れてもいいかもしれないですね。おいおー、ワンパンじゃない。でも大丈夫、スパイダーだし速攻で攻撃はできます。いい感じじゃん。おーいって、危ない危ない危ないいや本当に危ない。やばい、相当こっちに押し込まれてる。しゃあ OK。 もう嫌な敵多いね。終わり。意外とちょっと難しいかも。25回、なんか結構押し込まれた。あ、コグ変えよう。うん、あー虚無、あーあるね武器虚無が。あーでもねボス次第なんだよね。 OK、 一応虚無は入れときます。
ましょうか。なんか嫌なやつが来ても嫌だし。あ、でも弾数がさ、もう残り122発と、なかなか厳しい感じになってる。OK。ちょっと、もう、あいつら、すごいの。倒した？倒したね。こっちにもまだいる。はい。で、あっち側にも結構いるな。よっしゃ。あ、で、矢筒は嬉しい。じゃあ、タバか。はい。待って、そうかそうか、あったわあったわ。商人2回だけかと思った。あー、こっちがいいじゃん。うん、あ、もう断然こっちですよ。ならば弓の虚無はいらなかったね。こっちに虚無ついてるから、うん、こっちでいい。まあ、こんな感じでいきますか。 OK。うんうんうん、まあ、武器は最終的にはもうこれで正解でしょう。 OK。 種は役に立つけども、もう火力がないので、途中でなんか違うやつに変えててもいいね。うん、これ変えててもいいわ。よし、 OK。あ、でも、うん、いいね。やっぱり足止めスキルはいいわ。すごい戦いやすい。うん、で、初見で30分以内でいけそうな感じなので、おー、いいね。これは、うんうん、やり方が分かってさえしまえば、多分25分ぐらいでクリアできるんではないでしょうか。いきます。 OK。はい、楽勝。まあ、途中のボスのレイス、あれをどうするかとかをちょっと考えていかなきゃいけませんね。うん、微妙です。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。